周りのちょっとしたスターみたいのいらっしゃいますか？これね、さっき打ち合わせされて考えたんですけど、いれば、いないけど、ある意味クレメ、今クレマターやってるんですけど、はい、まあさっき短期間で考えたんだけど、短時間で考えたんだけど、ついさっき今クレメって2人じゃないですか、はい、ね、デビュー当時は3人だったのね、で、良くも悪くも辞めたギターのやつっていうのは、はい、起きて破りっていうか、こう、なんていうかな、あの、こう、型にも収まらない、あの、ロックいいスターっていうか、ぶっ飛んでましたね。どんなことをしたりする方なんですかね。みんなで集合するじゃないですか。はい、ライブです、今日は、と。はい、僕らあの、名古屋のセントラルパークとかライブやってたの、最初の頃は。で、野外でね、その、やってたんですけど、あの、要はその無料ライブみたいなやつやってたんですよ。ホコテンみたいなやつ。で、まあ、名古屋の近くに瀬戸っていう街があって、そこに、あの、ギターの元か、ギターの彼が住んでて、一番僕らは岐阜だったんで、二人とも、僕も一時も。で、彼の家に集合して、彼を拾って、で、拾うか彼の車に乗り換えたのかな、機材車に乗って名古屋まで移動してライブしたの、毎週のように、毎週でね、そんなやってないけどさ、そういうコースで、うん、はい、で、結構遠いのよ、瀬戸から名古屋までっていうのは、割と車で、はい、で、結構もう名古屋に着く、あ、もう着く、着いて、やっぱさ、経験あると思うけど、車の中でさ、メイクしたりとかさ、はい、してさ、はい、で、行くぞって時に、はい、あれどうしたの、で、そうする、あ、ギター忘れちゃったとか、普通にあるんですよ。ほー、でも、黙って U ターンするとか、僕ら黙って急にバーって車を U ターンするんで、どうしたのとか言ったら、ギター忘れました。そのなんかそういうのが、まあ、良くも悪くもロックだったかな。ロックっていうか、ロックなのか知らないけど、まあ、僕と今、たまたま今、僕と、あの、今、クラメやってる期間っていうことを言えば、まあ、僕とその、もう一人ひとりくんが、の間での共通のそのおかしなやつアナーキーなやつって意味では人、うん、すごいエピソードだな、間に合わない絶対間に合わないすごいもう人のセックスを覗くしそうなんですか、すごいです、変わった人ね、型破りな方、型破りですよね、誰の覗くフレンドリーな方ですね、フレンドリーですよもうね妖怪人間みたいなやつですよ、ね、うん、面白い、大好きだけど人として